皆さんこんにちは、ニンニクハンターです。今日はですね、こちらのキャンプ場のアスレを最短でクリアする方法をご紹介したいと思います。今回ご協力いただいたのはこちらのアイシ1089さんとユーキ X さん、あとはハテナくんになります。まずはどれぐらい速いのかタイム測定をさせていただきます。みんなそれぞれルートが違うんですけれども、アイシ1089さんはこちらのヘビからスタートするようです。通常のジャンプでは届くことはできないんですけれども、ジャンプをした瞬間に車、乗り物に乗るとこの上も行けるようになるんですね。その技を使うとかなり早く行けるようです。皆さんはこのアスレクリアするのにだいたいどれぐらい時間かかりますか？私はだいたい3分ぐらいは一人でやったらかかってしまいます。アイシ1089さんは30秒で登ることができるんですね。ハテナくんもだいたい31秒でゴールできてました。すごいですよね。チャットを打ち込む時間を考えると2人とも30秒以内には登ってるんですよ。それでは登り方をご説明させていただきます。まずはこちらをですね、ジャンプした瞬間に乗り物に乗って上に上がります。これはちょっと練習が必要なんですけれども、ぜひ皆さんこの技を覚えてみてください。この技を覚えるとだいたい6回ぐらいのジャンプで頂上に行くことができるんですよ。まず最初のジャンプで1回目、ここで2回ジャンプします。それからここでもう1回ジャンプなので、これで4回目です。この雲の上にさえ乗ってしまえば、あとは2回のジャンプで行けるので、全部で6回のジャンプで行くことができるんですよね。これすごいですよね。めちゃくちゃ時間も早いですし、どっちかっていうと時間よりも私はこのジャンプ6回でいけるってことにびっくりしましたね。ただこれには少し練習が必要なので、今度は UKX さんの裏技を使わない方法をご紹介したいと思います。ちなみに UKX さんは先ほどのタイムを測ってなかったんですけれども、だいたい30秒ぐらいで登ることができるんですよ。まずはこちらの木のてっぺんまで登ります。そうしたら反対側に渡るんですけれども、3人はもうアスレのプロなんで、私はついていくことができないんですよ。なので所々ワープを使わせていただいてます。次は私の右側にあるこちらの木の上のてっぺんまで登ります。今回もワープを使わせていただいてます。そうしたら右側に飛び移るんですね。ユーキ X さん曰く、そちらの丸太に乗らなくても飛び移ることができるようです。私は前回の動画でも伝えた通り、アスレが大の苦手なんですよ。ジャンプ1回で行ける自信がなかったので、ワープをさせていただいてます。あとはここまで来たら通常通りてっぺんを目指すだけです。落ちないように気をつけてください。私が知っている中で多分この3人が多分最速だと思います。広場にもアスレがあるんですけれども、あれも多分20秒以内に登ってるんですよ。すごいですよね。アイシ1089さん、ユーキ X さん、ハテナくん、ご協力ありがとうございました。これからも一緒に遊ぼうの情報をどんどん出していきます。皆さん応援よろしくお願いいたします。できましたらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。